いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。わただよ、本日もよろしくお願いいたします。本日ご紹介するのは、ファミリーマートより10月30日に発売された、ケンズカフェ東京ショコラオレ。こちらご紹介したいと思います。こちらは、ケンズカフェ東京監修の、今回のドリンク専用に開発された、はい、カカオチョコレートと、フルーティーな酸味のある、グーベルチュールチョコレートをブレンドしたほろ苦い大人のチョコレートドリンクです。こちらファミリーマートサークル系サンクス限定の数量限定商品となっております。198円。こちらをご紹介したいと思います。この高級感素晴らしいですね。はい、チョコレートドリンクということでこうなっております。カロリーは196キロカロリー、炭水化物は 21.3 です。はい、ちゃんと書いてます。よく振ってお飲みくださいということで。ではよく振って、はい、では開けていきたいと思います。ちゃんとね、これね、開けると。もう私が想定してるかのような。そしてじゃあいただきます。あ、すごい、これ190ミリリットルかだから入ったんだなこれ。あ、めっちゃ濃厚、濃厚ショコラオレ。うん、めっちゃこれ濃厚。確かにほろ苦いでも甘い、チョコレートだから甘い、ほろ苦いけど甘い。酸味か、なフルーティーな酸味。酸味がちょっと分かんないかもしれないけどね。でもこのチョコレート酸味っていうかチョコレートがすごい強い、これが酸味なんだと思う。濃厚なチョコレート、はい、カカオチョコレートが入ってる。もう素晴らしいチョコレートですよ。味はもう申し分なく4です。ただこれをずっと飲んでられるかって言ったらそうでもないですけどね。まあ大人のね、ちょっと子供とはまたにはちょっと一癖あるかなっていうチョコレートドリンクとなっております。ぜひね、大人におすすめしたいチョコレートドリンク、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。はい、この動画が面白いな、ためになるなってことで、チャンネル登録、高評価、そして関連動画を見てくれば、うわっと喜びます。では、じゃあね。